でなぜまあ今更マルクスなのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、一番多分皆さんが実感として感じられていることの一つに、働いても働いても全然自分たちが豊かにならない、生活が楽にならないなっていう気持ちがあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、僕自身もそうなんですけれど、何のために働いてるんだろう、何のためのイノベーションなんだろう、でもっと別の社会はないんだろうかっていうふうに考えるわけですけれど、つまりマルクスの資本論を読むこと、あるいはまあ理解することによって、私たちは資本主義ではないもっと豊かな社会を思い描けるようになるんじゃないかというのが、今日お話ししたいことなわけですね。まあでもマルクス、まさかそんなソ連の、そんな危なそうでなんか古臭そうなひげもじゃのジジイの話なんて今更考える必要があるのという方もいらっしゃるかもしれません。もう社会主義なんて失敗したじゃないかと。だけれど今日お話しする資本論という本は、まあ、タイトルからも分かるようにその共産党宣言ではなくてですね、資本についての本なんです。